天竜郷温泉は長野県飯田市にある温泉。近隣に川路温泉という一軒宿の温泉があり、こちらは硫泉である。風光明媚な天竜郷にある温泉街であり、天竜共有歩道や天竜ライン下りなどで景観を楽しめる。いくつかの宿泊施設は峡谷にせり出すように建設されており、 浴室や客室から天竜峡の眺望を堪能することができる。また、公営の日帰り温泉施設に加え、4月から11月までの季節限定ながら、ライン下りの乗り場近くに足湯も開設されている。周辺は、リンゴの応援が多く、季節によっては、リンゴ狩りも楽しめる。南信州では、昼神温泉と双壁をなす温泉と言えるが、宿泊施設や、 周辺の飲食店、土産物店などは少なく、比較的規模の小さい温泉街である。天竜峡は、明治時代より文化人の集うところとして知られ、その景観を楽しむための茶席が設けられていた。これが発展する形で峡谷の両岸に、料亭や宿が設立されていった。温泉地としての歴史は浅く、1989年に温泉掘削を行い、源泉が湧き出した。 周辺の宿泊施設にこの源泉が供給され、天竜郷温泉と呼ばれるようになった。このことは天竜郷の観光客増加にも寄与した。しかし、その後バブル崩壊の影響に加え、他の温泉地などとの競合によって観光客は全減した。施設老朽化などもあり、1995年以降、11件、 あった宿泊施設のうち4件が閉鎖に追い込まれた。2008年には天竜郷100年再生プロジェクトと銘打たれた観光振興策の一環として閉鎖した宿泊施設の一つを言い出しが引き継いで日帰り温泉施設として再オープンした。ありがとうございます。